今回は電気の正体今まで電気と言って見てきたものこれが何なのかというまとめの話をしていきたいと思いますまずこの電気今まで電池がありましたそこに導線をつなぎましたそうすると電気はプラスからマイナスに向かって流れてるよこんな話をしたと思いますでも実はこれ嘘なんですね何かと言いますと本当は プラスから何かが流れているではなくてマイナスから何かが流れているこれが正しいことだったんですこれ理由がありまして最初に電気を見つけましたでその時にあこれはプラス側からこちら側から物が出ているに違いないと言って出ていそうな方をプラスと決めたんですでそれが広まって100年ぐらいした後で実は マイナス側からものが出ているんだって分かっちゃったんですでももうプラスからものが出るっていうのが広まりすぎていたので今さら訂正ができなかったんですねだから電気の流れ電流の向きはっていうと今でもプラスからマイナスに向かって流れますと言いますが実際に細かい世界で見てみると電気の正体というのはマイナス側から勢いよく飛んでいるこのマイナスの電気を持った 電子というもの。これよくマイナスの電気を持ったものって意味で。いいマイナスと書いてあるんですが、このマイナスの電気を持った電子というものが勢いよく流れる。これが実は電気の流れの正体なんです。続けて、これについての真空放電という話を見ていきます。 では続けて真空放電の話をしていきます電気どこを流れるかと言いますと普段は電線を流れるこれが基本で空気中を電気が流れるといった現象をほとんど見ることがありませんまあ、雷なんていう強い電気が流れれば空気中流れることもあるんですが基本的には電気は電線を流れるものなんですでも例外的なこともありますガラスの管を用意します そしてここに電気をかけます今回この電極 A 電極 B と書いたところにこちらにマイナスをこちらにプラスの電気をかけますこれだけでは電気が流れないんですがこのガラスの管から空気を抜いていくだんだん真空にしていくと電気が流れ始めますこの真空にすると空気中に電気が流れる この現象のことを真空放電というふうに言うんですねで。この真空放電、これで分かったことがいくつかあります。実際にこれを起こしてみる。そうするとマイナスをつないだ方、ここから光の筋が見えます。といってもね本当は電気のこれ流れ見えないので、電気が来ると光る蛍光板という特殊なものを入れていたりしますが。 それを入れるとマイナス側から電気の元が光っているのがわかりますこの光っているこの線これのことをマイナス側陰極から出てるからといってこれを陰極線と言ったりしますおっとっと陰極線というふうに言いますこれもうマイナス側が出てるということから見当がつくんですが 実際にマイナスの電気を持っているという証拠がありますどうするかと言いますとこのマイナスの方からこの陰極線が出ているこの状態これに対して上下から電気をかけます電極 CD と書いた上下ですが上にプラス下にマイナスの電気をかけますそうするとここからマイナスの電気が出てくるんですがそれがマイナスとプラス引き合う力が働いたんですだから。 これ上にプラスをかけておくとこの電気の線陰極線自体がぐーっと曲げられるこんな現象が起きましたこれを通してあそうかとこの電気の正体はやっぱりマイナス側から何か出ているんだそしてそれはプラスによって曲げられるもんなんだというのが分かったんですこれ実験した人トムソンという人なんですがこのトムソンという人がこの後も研究を続けてさらにこの マイナス側から出るものは電子という細かい粒だというのを見つけたんですねこの電流電気の流れこの正体というのは電子というこのマイナスの電気を持ったものこれが陰極から陽極にマイナスからプラスに移動することで発生するんだよでも引き続き電流の向きはどっちですかと言われたらプラスからマイナスと書くんだけどねというちょっと複雑な話ですが この電気の正体そしてそれを説明した真空放電の実験これをイメージできるようにしてほしいと思いますでは続けて導体と不導体という軽めの話を見ていきます例えばこの金属そしてここにゴム二つのものを用意しましたここに電気を流すとどうなるかという話を見ていきます 電気の正体というのは何かというと電子が流れることでした金属ここに電子を流すとどうなるのかそしてゴムに電子を流すすととどううなるのかという話ですこれ皆さん結果は知っていると思いますが金属は電気を通しますが金属以外の物質は電気をほとんど通しません。では何ではは金属は 電気を通すことができるのかと言いますと実はこの金属中を細かく見ていきますと自由電子という,ふうに名前がついているんですが金属同士をつなぐ細かい電子の粒がいっぱい金属の中にはあるんですねこういうふうに金属はもともと中に動ける電子があるんですだからそこに向かって電子を入れるそうすると弾き出されて別の電子が出てくる こんなふうにして金属っていうのは電気を通すことができますこういうふうに電気を通すことができる物体のことをこれを動体電気を導くことができる物体。対してその他の物体のように電気を流すことができない物体これのことを不動体というふうに言います。この間のの間性質を持ったようなもの 半分ぐらい電気を通すよというものが実は半導体と言われるものだったりもしますこの電気の正体というのは電子の移動でしただからもともとの物体の中に電子をいっぱい多く持っているそれが動ける状態にあるような物質は電気を通すことができるしそうじゃない普通の物体は電気を通すことができないこんな導体と不導体合わせて押さえてほしいと思います では今までの内容を踏まえて問題に入っていきます練習問題この図このように蛍光板を入れたこの真空放電管まあ、ただのガラスの管なんですが後で空気を抜くので真空そして電気を放つので放電という名前で真空放電管という名前がついたりもします一応別名クルックス管ということもありますでこの管 ここに電圧をかけます普通空気中には電気流れませんがこの真空にして空気を抜いて電圧をかけるとそこに電気が流れますで、そうするとこの電気の密筋電流の密筋に沿って蛍光板が光ります一番この時に見えるこのような光の線のことを何と言いますかという問題ですこれ実際にやっていますとこのマイナス側から プラス側に向かって電気の線が流れているのがわかりますこの線のことをマイナス側から出た線ということでこれをマイナス陰極から出た線陰極線というふうに言いますそして次括弧二番この真空放電管ここにさらに電極の CD ここに C にプラス D にマイナスをかけましたこちらにプラスこちらにマイナスをかけたそうすると蛍光板の光どうなるかという問題ですこれこちらから来たマイナスの電気これどうなるかなんですが電気磁石と一緒で反対のものに引かれる性質がありましたマイナスのものが来たそしたら上にプラスがあればプラスの方に引き寄せられます つまりこれ光どうなるかというと上の方にこういうふうに曲がっていく現象が起きますどうなったか上に曲がるこうなりますでは続けて見ていきます三番先ほどの流れで答えが出ているような問題なんですがこの一へ出した陰極線これが 帯びている電気はどちらかという問題でしたもちろんこれマイナスから出てるからマイナスでもいいんですがプラスマイナスの電気をかけるそうするとプラスの方に曲げられただからマイナスというのが実験からもわかるものですこれはマイナスですで一応この実験全体を行った人についての話ですこのイギリスのトムソンさんこの人括 1. イン極線はマイナスの電気を帯びた 粒子粒の移動であるということをこの後見つけましたではこの小さな粒のことを何と言いますかこれが電電気のの流れの正体でである電子でした実は自分たちプラスからマイナスに電気が流れると言っているんですが実際はマイナスからプラスに向かってマイナスの電気を持った電子という細かい粒が移動しているこれを見つけたのがこの人です では今回のまとめに入っていきます今回のテーマは電流の正体という話でしたその電流の正体それを見極めるためにした実験真空放電という話をしましたこの真空放電管クルックス管ここにマイナスプラス電気をかけます そうするとこのマイナス側からプラスに向かって電気の線が出ているのが分かったんですね。まあこれ陰極線と言いました。でさらにここにプラスマイナスの電気を上下からかける。そうするとマイナスから出ているということからわかるんですが、これプラス側に引き寄せられて上向きに曲げられました。こんなふうなことからあ電流というのは 今までプラスからマイナスに流れると考えてきたけど実際はマイナスから何かが出ているんだでしかもそれはマイナスの電気を帯びた小さな粒電子なんだというのが分かりました電流本来は電子というマイナスの電気を持った粒これがマイナス側からプラス側に移動することで実は電気の流れ起こっているんだこれが今回のまとめです